嫌われ者役ですよ。うーわー、料理もお酒も進み、さらに深いトーク。なんかあんま後輩作んないです。後輩の面倒までとか人生までモテみたいなところまで考えちゃって、お前死にたいってシンプルに極論じゃん。思わずぶっちゃける。